どうした？どうした？おお、いきなりどうした？音にバチン。
さて今日の課題はこちら。分厚いね、分厚い超とんかつ、うんね、一回オーブンでやるね、俺の独自のやり方、分厚い厚切りとんかつ出ましたね、3枚、うん、で柿崎で180円で2匹の朝葉ガレーだね、これ6匹買ってきたんだけど、ちょこちょこみんなにつままれて、1日置いたはずなんだけど、なんか、つままれて残骸になりました。はい。1匹の形だったんだけど、おかんが食べたいとか言って、崩しましたね、あいつね。うん。嫁とおかんで1匹綺麗な姿だったんだけど、見てください。ね。もはやもう、残飯とかしたような、うん。ね、綺麗な形だったんだけど、おかんがあれあれっつって、うん、であとはね、巨大なタラコ、これもね180円でね、ね、プリプリのやつ、うん、西京で買うよりも安い柿崎の方が、うん、ね、これで全部でね、1000円ぐらい、もっといっぱいあった、もっといっぱいいたんだけど1000円ぐらいだね。で海苔めんつゆサラダ、レタスと、レタスと水菜と、なんだっけ、豆苗の、もやしね、のサラダでございます。おー、来た。おー、ええー。違うの？うん、いや、もう完全に違うの？うん。お母さん来たな。アンパンマン！アンパンマンだ！ねえ、はい、白目。お前らどうなってんだ？ねえ、後ろめ、あー、よいしょ、ちょっと待って、あっち行け、ボーン。ねえ、トイレで、ね、海苔、めんつゆサラダだよ。これうまい、これうまいね。うん。ね、今日こんな感じ。あー、うるさい。ね、早速食べてまいりましょう。せーの、よ。どうした？どうした？おー、いきなりどうした？音にバチンって。嘘。やったの？おとき。うん、認める。え、うん。ね、やったの？うん。バチンって言ったの？強えな。うん。お姉ちゃん泣かして、やったぜ。うん。いきなり叩いたの？てか、このカエルを取り合ってんの。あ、ほんと。足、これ足でない、これ。頭だ。お。いやー、ちょっ。りっちゃん、ときちゃん一発しか叩いてないよ。ねえ、ないよって言ってるよ、ね、一発しか叩いてないね。おとき負けないのかい。もうさっきまで白目向いてて5秒後に泣いてたね。うん、パンマンだね。よし、食べるぞ。よし、来た。姉ちゃんつけた。はい、食べますよ。